水中ノートにはいっぱいですの文字。何がいっぱいでしょうか。そうそう、サンゴとお魚さん。わっしゃわっしゃツアーが大得意のサンゴ礁の海からのシュノーケルツアーですから、目の前のサンゴにはいっぱいいっぱい群れているお魚さんです。そうなれば潜っても潜らなくても楽しめる浅瀬をゆったり泳ぐ少人数ツアーです。今日の海はどんなかな。いよいよですね。今日は7月7日七夕です。早朝ジョギング、その時の空は天の川も登場していました。そうなれば太陽さん顔を出しても空を見ると夏空、夏雲、夏景色が広がります。ご参加はご家族水入らずの貸し切りツアー3名様で楽しんできました。さあ海に入ればとっても活発、素潜りチームです。潜って何かを探っているその先には隠れ熊の実さんの登場です。今水中世界は幼魚の季節ということで、ちびっこみももすいすい泳ぎ回っていましたね。とっても可愛かったです。さらに水底には熊の実さん、潜ってみるとなんだか近寄ってきます。そんな様子を見るとお父さんも素潜りドボンです。そしてお母さんは一番マイペース。これだけサンゴとお魚さんがあれば浮いているだけでも十分に楽しいです。ちなみにサンゴの下を覗いてみると、あ、いろんなお魚さん顔を出していましたね。最後は深場ポイントです。ここでは水深4メートル前後にいる隠れ熊の実さん、そこを狙ってドボン。この子は全くイソギンチャクに隠れない、隠れない熊の実なんです。いつもお出迎えありがとうございます。サンゴもいっぱい、お魚さんもいっぱい、笑顔もいっぱい、ツアー楽しんでいただきました。石垣島の海を思いっきり楽しみたいという方は少人数ツアーサンゴ礁の海からにお気軽にお問い合わせください。